はい、今回はね、これなんかいたの覚えてんな。誰やねんではないな。アンドレ・オーエルやったかな、これ確か。ディフェンス17、やっぱ高いね。でかいだけのセンターバックっていう感じだったけど。身長184センチ、アンドレ・オーエル。そうやね、元オランダ代表ね。確かね、ワールドカップ出てたと思うんですよ。ワールドカップ決勝出てたん、じゃあ決勝出てなかったんかな。ちょっと記憶ない。なんかワールドカップに出てた記憶、2010年だっけ。ほら、オランダ代表55キャップやもんね。現在は無職ですけど、その前までは、PSV のコーチやってたと。187センチか、でかいな。でかいわ。オランダ代表55キャップ、これ絶対ワールドカップ出てるよ。ワールドカップで見た。いつ見たのかな、はっきり覚えてないな。すげえな、まず、98年のフランスワールドカップに選ばれてるわ、控えで。一試合も出てないけど。で、2002年は出てないよな。で、2006年は出てるね。フル出場してるね。で、2010年が控えで出てるね。やばいね。オランダのこれ、なかなかの鉄人じゃん。伝説だね、なかなかの。やるね。もともとはアヤックスユース、アヤックスなんだよ。アヤックスなんかや。アヤックスユース出身でアヤックス行きの。で、アヤックスから行ったり来たりしてるけど、途中から PSV に来たと。で、ブラックバーンに3人行ってな、これプレミアかな。あ、プレミアか。すごいね。で、アヤックスに帰ってきのアヤックスで引退と。でも PSV でコーチしてたと。プロ通算557試合。これ鉄人やぞ。オランダの鉄人やな。やばいやばいやばい、えぐいの来た。えぐいの来たわ。なかなかのこれ伝説やぞ。まあでも49歳で今コーチ辞めたってことは、ねえ、近々どっかの監督ワンチャン、ワンチャンあるんじゃない？ねえ。まあただ、もうやっててもおかしくないけどね、ちょっと遅いぐらいかな。